カートホールにお集まりください。お願いします。名前の通りラッテちゃんのお友達です。今日はこのお楽しみ抽選会の司会進行をします。よろしくお願いします。お願いします。ではここで簡単にお楽しみ抽選会のルールの説明をします。皆さん抽選カードをお持ちですか？はい。この抽選会はこのカードがないと参加できません。今手元に抽選カードがない方はごめんなさい。午前中の抽選会には参加できません。でも3時30分からの午後の抽選会には参加できます。この会場の入り口で簡単なアンケートに答えるだけで抽選会カードをゲットできちゃうんです。そうなんです。午前中の抽選会が終わり次第アンケートは再開しますので、まだ抽選カードをお持ちじゃない方は必ずゲットして3時30分にこのホールに集合してください。じゃあ抽選会の説明をします。今抽選カードを持っている方のカードには番号がついています。その番号のところの番号とこの箱の中から私たちの選ぶカードの番号が同じなら当たり、素敵な商品をプレゼントできるという簡単なゲームです。商品は会場の外にある屋台村の商品券を中心にお得なプレゼントを用意しています。当たった方は手を挙げてこちらにアピールしてくださいね。スタッフが当選者のもとに引き換え券をお渡ししに行きます。午前中の抽選会でプレゼントが当たった方も当たらなかった方も今お持ちのカードで午後の抽選会にも参加できちゃうんです。なので当たった方も外れた方も大事にそのカードを持っていてくださいね。午後の抽選会は3時30分スタートで午後の抽選会には外れがありません。ということは参加者は何かが絶対当たるということですので、ぜひ3時30分の抽選会も参加してくださいね。午前中の抽選会は全部で25個のプレゼントを用意しています。それでは早速スタートしたいと思います。最初のプレゼントはお食事どころナスパルさんからオリジナル塩焼きそばを2名様にプレゼントします。17番さん、
49番の方いますか。あ、おめでとうございます。しっかり今日アピールしてくださいね。届けに行きます。67番さん、おめでとうございます。届けでは次行きます。中山温泉さんからペア入浴券を3名様にですよ。はい、大ですね。絶対気持ちいいですよ。19番さん、あ、おめでとうございます。ではこれが最後に
になりますよ。午前中最後のプレゼントです。すいません、飛ばしてしまいました。あ、追加が、追加があるそうです。じゃあまず、さっき一回飛ばしてしまいました中山温泉さんからの入浴セット、タオル、ヘチマの赤すり、リンスインシャンプー、ブラシ、入浴券6枚セット2名様に。豪華ですよ、最後豪華ですよ。77番さん、おめでとうございます。64番さん、いますか？いますか？いない。64番さんいますか？おめでとうございます。突然ですけども、実は今日ここ地元大山町の町長さんにもお越しいただきまして、急遽商品を3つお出しいただくことになりまして、一言いただいた後で抽選の方ご本人の方にお願いしたいと思いますので。突然失礼いたします。大山町長の森田でございます。今朝8時半頃にこの USS チャンネルで聞いておりましたら、あちらこちらで草本アナウンサーやこちらの方で山根真嗣さんを含めて男子の方でほとんどほとんど喋っておられるので、こりゃこりゃいけないということも含めてですね、お邪魔させてもらいました。今日は本当にここ中山温泉、中心に株式会社カーケさんというなんですね、経営しておられるんですけども、そちらの方に超過指定管理を出しておりまして、特にこの中山温泉 PR していこうということで USS の方のお力をいただいて、今日このような盛大な催しをしていただいているところであります。感謝申し上げます。本当にありがとうございます。そしてですね、大層なものじゃないんですけども、実は大山町、皆さんはもう大きい山と書くと大山ということになりますけども、これが東京や北海道の方に行きますとですね、大山としか読んでもらえない字中がございまして、大山と書いて大山と読んでもらおうというキャンペーンをずっと続けております。そのバッジでありまして、このバッジはですね、やっぱり子どもさん中心にがいいかな。もし当たってない子どもさん、中学生は15歳以下の方でまだ当たってないよという方は立ってみてください。あ、おりますね。私とじゃんけんをして勝ったところに一つずつしたいと思います。勝った3つしかないのでごめんなさいね。これはですね、パンダの顔写真が入ってます。向いても向いてもウィズパンダというキャッチフレーズであります。じゃんけんします。で、3回目には私が見つけておりますこのジャンボのやつですね、これ非売品でありますので、ではもう時間の代です。いきますね。いいですか？はい、ちょっとうちの担当課長がもう少しサービスするようでございますので、はい。バッジだけだとあまりにも寂しいという声が後ろの方から聞こえてまいりましたので、急遽でございます。ここに私が持っておりますこの向きパンダ携帯ストラップ、こちらもですね、後ほどお届けさせていただきますので、見事当たられました方は後でこちらに来てください。これにつけるそうです。ですから3人では行きます。最初のこのちっちゃいピンク色をかけて何言われますか？じゃあ皆さん見せてくださいね。最初はグですよ。最初はグ、じゃんけんしょ。うおお、この人は何言われますか？この人だけ、勝った人だけね。はい、勝った人だけ。はい、行きます。最初はグ、じゃんけんしょ。うおお、パッと勝った。じゃあこれで、iPhone が勝った方、どっちか1人になった時に決めます。最
昭和部じゃんけんしょ。おめでとう、おいで。ありがとうございます。みんなでね、大戦は大戦ですというムキパンダのこれつけてリアルしてね、それからトラックまたつきますので、はい、では続いて2人目いきます。もう1回立ってね、いきます。最初はグーじゃんけんしょ。最初はグーじゃんけんよ。ちょっと残ってますね。いきます、もう一回。最初はグーじゃんけんしょ。パブリット、あーっ、よかったです。おめでとう、おめでとう。はい、さあ、いよいよ、はい、おめでとう。つけてね、かわいいよ、とっても。はい、それでは持参してまいりました、これをかけて。いきます、もう一回。じゃあ立ってくださいね。最初はグーじゃんけんしょ。あと1本あとですね、はい、もう一回いきます。最初はグーじゃんけんしょ。チョキの人は、チョキの人は、あ、ごめん、パーの人、ごめんなさい、パーの人いなかったの。あ、2人、3人、ごめんなさい、3人ね。じゃあ最初はグーじゃんけんしょ。グーの方、グーが何を言うの。1、2、3人。奥にもらえるのかな、間違いないですよね、間違いないね。じゃあ3人でね、いきます。じゃあ最初はグーじゃんけんしょ。パの人、あ、残っていること。じゃあ2人、この2人ね。最初はグーじゃんけんしょ。パ、はい、ありがとう。うまい具合に残りました。ありがとうございます。なんでここにムキパンダがあるかと言いますと、大仙町の方にムキパンダ遺跡があります。ムキパンダ遺跡をですね、訪ねてこられる方が、ムキパンダ遺跡はどこですかという具合に言うと、ムキパンダ、ムキパンダ、ムキパンダがムキパンダに変わって、ムキパンダ、向いても向いてもムキパンダというキャラで歌っておると、進めておるところです。おめでとうございます。以上で挨拶を終わります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ、午前中の部はこれで終了いたします。今はお手持ちの抽選券の方ですけども、2回目も継続で使えますので、1回目当たった方、外れた方、ともに使っていただけます。あと2回目につきましてはですね、外れた方にも何かプレゼントを用意しておりますので、ぜひお集まりしてやってください。15時半からになります。よろしくお願いします。午後は3時30分からお立ち物を行います。今カードお持ちじゃない方は、会場の入り口で簡単なアンケートに書いていただけるだけで抽選会カードをゲットできちゃいますよ。それではラッテフレンズのミオンとおいでした。